それでは12月23日の3問に入ります。 A の被用者 B の行為が B の職務外の行為で C が損害を被った。 C は職務外であることを知らず、そのことに関して重過失があった場合、C は A に対して使用者責任を追及することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、C は、職務外であることを知らずに重過失だったと書いてありますので、使用者責任追及することができません。よって丸ですね。 A が使用者で、まあ、会社というイメージです。で、 B が被用者、従業員というイメージですね。で、 C が被害者と、まあ、こういう状況で B が C に対して不法行為を行った、これについて職務外だったと。で、 C さんは、まあ、被害者 C さんですねが、それについて悪意または重過失があった、そういった場合っていうのは、もし B さんが見た感じ業務の範囲内だったとしても、まあ、職務外の行為だったんですけれども、見た感じは業務の範囲内だったとしても、 C さんは悪意とか重過失があると使用者責任は追及することができないんですね。まあ、このあたりは基本的な内容なので、必ず解けるようにしておきましょう。で、問いにですね、宅建業者は事業開始後新たに支店を一つ新設した場合には、当該支店の最寄りの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。支店最寄りではなくて本店最寄りです。営業保証金を供託している宅建業者は、営業保証金を本店最寄りの供託所に供託しないといけないんですね。これは初めて営業保証金を供託する場合もそうですし、新たに支店を増やして、で、その支店分の営業保証金を供託する場合も同じです。すべて本店最寄りの供託所に供託しないといけないです。まあ、これもおなじみの引っ掛けパターンなので、試験作成者はこういった問題が大好きです。引っ掛けパターンをちゃんと覚えておきましょう。で、問い3ですね。農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条1項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは4条許可が必要なので×ですね。自己所有の農地を農地外に転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。自宅建設が目的であったとしても、これ例外ではないんですね。で、あれ？これ許可不要じゃないの？例外じゃないの？って思った方は、もうこれ引っ掛け問題に引っかかってるんですね。で、個別指導では、本問と何と引っ掛けているのか、まあ、その点まで解説しております。きっちり対比して頭に入れていただければ、これは全然難しい問題ではありませんので、ちゃんと対比して覚えることが重要です。このように個別指導では何と何とを対比して頭に入れていかないといけないのか、何を理解すべきなのか、そういったところまで解説をしているんですね。なので実力をつけていただくことが可能なんですよ。単に、まあ、この動画のね、解説が分かっただけでは、実力って上がってこないんですね。まあ、この問題だけ分かったというのではダメなんですよ。何と引っ掛けているのかとか、試験を作る人はどういったところをポイントとして出題してくるのか、そういったところまでやっぱり分かってこないと点数って上がってきませんので、まあ、個別指導ではそういったところも解説しております。もし、あなたが来年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。で、個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。またこの動画が終わった後、真ん中に、個別指導の概要の動画のリンク貼っておきますので、そちらから個別指導の概要もご覧いただけます。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。